日本宮城県石巻市中瀬中瀬は宮城県石巻市の旧北上川川口にある島である。通称漫画団島。石巻における造船業や文化面での中心地だった。2011年に発生した東日本大震災で被災し一部の建築物を除いてほとんどの建物が津波によって流出した。今後、中瀬は 全域が公園として整備される予定である。中瀬は江戸時代から造船のための土地として利用されてきた。法暦年間に北上川の改修が行われたが、この時、中瀬は特別に残された。中瀬の上流側に小中瀬と上中瀬があったが、これらは明治時代の末までに水没したと言われている。1882年に中瀬と川の両岸を結ぶ。 内海峡が開通してからは、ここに芝居小屋が置かれ、中瀬は、石の巻における産業、文化の拠点の一つとなった。昭和30年代以降になると、次第に造船業が縮小していき、1973年には、造船所の跡地を活用した公園が建設された。江戸時代の慶長県王施設が渡航で使った、サンファン、バウティスタ号の復元船は、1993年に、 中瀬で浸水したものである。この頃の中瀬は、住宅や商店、劇場、料亭、造船所、鉄工所などが混在する地域だった。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震で発生した津波により、中瀬は甚大な被害を受けた。石巻市は、中瀬を震災からの復興の象徴と位置づけ、 その全域を公園として整備する計画を立てている。詳細は、石の森一万画館を参照石の森一万画館は、石巻ゆかりの漫画家、石の森章太郎を記念して2001年に開業した地上3階建てのテーマパーク。英文名称は、石巻漫画館ミュージアム。タウンマネジメント機関、町づくりマンボウが、経営、運営している。 貴重な原画約4000点を保管しているほか、仮面ライダー等数々の代表作のキャラクター像が展示されている。2011年3月11日の東日本大震災では津波が1回天井部分まで到達する事態となり、長期休館となった。そのまま再開に向けて復興支援基金を募ったり、漫画単祭りなどのイベントで復興支援を行った。 2012年11月17日再開館。岡田劇場石巻岡田劇場は、中瀬三番地2号に所在した映画館劇場である有限会社岡田プランニングが運営していた。この劇場の起源は、江戸時代の幕末まで遡る。当時、魚の行商から身を起こし鮮魚商となった千葉源七が自身の店に寄せ小屋を併設した。これが、 石巻で初となる芝居小屋、千葉座である。千葉座は、江戸から、歌舞伎一座や、落語家、講談師を招いて、工業にあたり、活況を呈した。千葉座は、中瀬に移り、1886年には、内海峡の河境で尽力した、内海座となった。その後、1891年に岡田谷組、八代十兵衛の手に渡り、 岡田座となった。岡田座は芝居小屋として賑わいを見せるが太平洋戦争中に空襲対策で建物の取り壊しを余儀なくされた。1946年に岡田座は再建され、1949年には映画上映を開始したのを機に岡田劇場と名を変えた。やがて石巻市内にシネマコンプレックスが開業し、 その影響で2007年頃からは不定期営業となった。この頃、映画、エクレール、お菓子放浪記のロケに使用された。2011年には、岡田座時代の建物に似せる改装工事を行ったが、その完成の5日後である3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生し、その津波によって建物は全壊した。劇場自体はなくなったが、 運営会社岡田プランニングの社長夫妻は旧死に一生を得て、2011年10月現在、石巻市内で巡回上映会を不定期に行っている。休館前回前,前には、劇場の正面入り口付近に、岡田座思い出ご人衆として、ミソラばり、ジャイアントババ、南春をゆりオ、ユそして仮面ライダーのマスクを持った、石森章太郎が描かれた壁画が展示されていた。 石の森は少年時代出生地の留め郡、石森城から自転車で2時間かけて同劇場へ映画を見に行ったという。中瀬マリンパークの自由の女神像高さ約10メートルの自由の女神像が設置されているが、東日本大震災により片足部分が欠損した。石巻ハリストス聖教会、聖史という安海道、人口。石巻市。 2018年10月21日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。中瀬の郵便番号。日本郵便。2012年10月15日閲覧。石の森一万各間17日再オープン。1年8ヶ月ぶりの復活。スポーツ放置。HTTP 放置。読売 COJP トピックス。 ニュース、2012万1117オット 1T006HTM ハット AB 中瀬公園基本計画の策定2016年3月31日更新2018年7月28日閲覧 AB 中瀬公園基本計画2016年3月31日更新2018年7月28日閲覧石の森一万各館 全国の声援再開の力に過北新報ニュース。石の森一万格観安再開。朝日新聞。2012年11月17日閲覧。石巻の歴史。第2巻通史編447から448ページ。ABCDE 岡田劇場の歴史2018年7月28日。閲覧。立ち上がるヒーローの地、石巻氏と。 石の森翔太郎を消えた、岡田劇場 MSN3K ニュース石巻で、被災した自由の女神像取り壊しも保存も決まらぬ現状難、逃れた石巻の自由の女神、復興を目指す被災地見守る。ありがとうございます。